ここに来た人には新しい職場を見つけて社会に復帰してもらって。罪名は何ですか？元受刑者の方をご紹介することになるんだけど、はい、殺人はダメだよとか薬物はダメとか。強盗致傷罪です。女子小学生に性的ないたずらをしました。社会貢献をさせていただいているつもりでございます。犯罪予備軍を囲ってるようなもんでしょそれ。僕の罪名はひき逃げで。いきなり飛び出したんですか？それは受けられないでしょそれ。俺の前に1台いたらそいつがやってましたよ。ちゃんと話してほしくて何度も面会行きましたよね。彼は再犯しないでしょうか？信じられないんですよね。どうしてもドラマセラピーというものを取り入れて舞台を作りたいと思っています。過去の罪の体験を私がフィクション化した台本です。いい人間になりたいって思ってる。加害者は更生しようとしてそれを支援してくれって私は許せません。だけどこの人たちだってまだ何十年も人生あるんです。